ニックネームにがついている。ついてる。
ニックネームは5文字。え5文字じゃない。ポケモンって昔マックス5文字縛りあったよね。そう、何だろう、5文字。メッソン。あー、いたー。え、それ私メッソンが多分進化したやつを言ってたんだ、うん、でもメッソンとカオリ言ってないからインテレオンだし。負けたー。やっぱ得意分野は不得意分野ある。あるね。質問その1、男性？あれは、いや、多分そう、多分そう、はい、はいか、多分そう、うん、はい、男性です、うん、ニックネームが死から始まる。いいえ。ゲーム実況もやっていますか？いいえ。物語の主人公？はい。おお。YouTube 関係者？いいえ。ディズニーキャラクターに関係ある？はい。おお。N から始まる？いいえ。ミッキーじゃない。ミッキーじゃない。クマ？はい。2人ともじゃあそれはファイナルアンサーで大丈夫ですか？あ、だってでも代表的なのはプーじゃない？プーはこどこにもいるかもしれないよ。あ、でもダッフィーとか、まあね、クマいるけど、でも主人公でしょ。うん、プーさんまだない気がする。わかんないかもしれない。いや、プーさんだと思う。お、うん、じゃあ結果は正解です。やったー。今一人1ポイントずつ持ってるよ、うん、でもね、結構ね、いい勝負だった。あの、もう本当にあとちょっとだったんだよね。コーディネーターおじさんも今、お前なんか小さいことわかりますか？わかってますみたいな顔してるところで終わってるんだよね。うーん、ちょっとなんかドヤ顔するよね、その人。そうそうそう、もう、もう、もう、わかってますけど、嬉しいよね。いきなりポケモンに関係していますか？いいえ。絶対、めっちゃ危険視してるよ。はい、いや、多分そう、部分的にそう。え、どんな人？そう、多分そう。え、実在する人ってことだよね。実在もするんだけど、あ、するんだけど、あ、やばい、これ以上ちょっとヒントない。自分の父親しか浮かんできません。見よたかー。ああ、あ、ないね。ない。いいえ。むず。あ、実在する、あ、じゃあ人、うん、人だけど、実在するか実在しないかはちょっとです。なるほど、うん、あ、うん、動物の形をしている？いいえ。はい。ってことは映画には出てます。あります。お、あ、あるの？あります、あります。青くはないです。いや、ジーミーじゃないね。うん、いいえ。おもちゃではないです。トイストーリーじゃないの？そっち。あ、オラフ。あ、ブーン。でもトイストーリーとかそっちっぽいよね。でもおもちゃじゃないならトイストーリーじゃなくない？うん、男性です。男性、すごい、まあ、ふわっとしてるね。これはもう男性、うん、作品は4文字。違います。アラジンではない。ついています。ニックネームにもがついている。うん、赤い。はい、赤いです。赤い、赤い。じゃあディズニーに関係ある？ロボットっぽいですか？はい、赤い男性でロボット。赤い男性でロボットっぽいといえば、アイアンマン。お、ファイナルアンサーですか？はい。ファイナルアンサー、スパイダーマンもいる。男性の、どっち、どっち。もう一問待つ。もう一問待とう。え、でも、アキレタおじさん今どれぐらい？今ね、質問14でね、メーター的には結構迷ってる、ね、でもこの人割と迷ってる今、うん、あ、ちょっと、ちょっと、いただこうか。まず、うん、アベンジャーズに出演していますか？はい、アイアンマン。はい、アイアンマン。正解です。イエーイ、アイアンマン。やった。髪の毛はありますか？あります。入っています。入ってる。黒髪ではない。学校に通ってる？通ってない。入ってない。あー、まあ、え、戦わないかな。戦わない。あ、でもちょっと迷ったね。女性？女性です。女性、女性。東方に関係がある？ないと思う。ない。
10巻以上漫画がある。ない。漫画やない。名前はすべて漢字が使われる。うん、漢字漢字。ゲームに関係する。部分的に。部分的に。日本のアニメに登場する。しない。しない。しない。事務所に所属していますか。しています。はい。女優さんとかじゃないか。確かに。すごい、アキネーターおじさん、だいぶ踏ん張ってますね。バーチャル YouTuber に関係ありますか。ないんじゃないかな。バーチャルでは。声優ですか。はい。声優だと。ニックネームに魔がつきますか。ニックネーム。ええ、うん。ニックネームには使わんと思う。フルネームは6文字ですか。6文字。うん。はい。H。H じゃないじゃない。年齢は20代ですか。はい。待てよ。ニックネームにあがつきますか。あはつかん。頭文字が K で始まる。つかないと思う。え、待って待って。まさかと思うけど。はい。前田香織。正解。やっぱり。でもね、めちゃくちゃ迷ってますこの人。いや、だって私アキネータおじさんと初めてだもん。ダメよ。それは私のこと知らない。ニックネームにいはつきますか。いはつかない。おじさん。ラブライブに関係ありますか。おじさん。はい。おじさん。前田香織。え、待って、懐かしい。バドミントンガールズ。いつ私知ったの。見して見して。え、これガシンジの時の。え、なんかバドミントンガールズの幼い。幼い。幼いカオリンが出てきた。前田香織が出てきます。すごい、嬉しい。10ポイント。10ポイント。え、もうじゃあ最後正解したら10ポイント返したよ。そういう感じだよ。そういう。これ正解の勝ち。もう今までのないやつ。パーですよ、パー。商品ありますか。そういうね、システムがあるよね。なるほど。なんだろうな。なるほど、なるほど。男性。はい。お、男性。ニックネームが死から始まる。いや、死からは、まあでもそうなのかな。ある意味部分的にそうなのかもしれない。部分的に死から始まるってなんだろう。部分的なんか役名としてはあれ、あれなんかあるのみたいな感じ。役名？いや、それはやめた方がいいかも。分かりにくいね。いいえ。ゲーム実況もやってますか？いいえ。物語の主人公？はい。YouTube 関係者？いいえ。ディズニーキャラクターに関係ある？はい。はい。のディズニー。M から始まる？いいえ。いいえ。おもちゃ？いいえ、違います。おもちゃ。人間？あー、うーん、まあ人間です。人間で、名前が作品のタイトルになってる。あ、え、そうね。ほう、うん、なってるかな。作品は4文字？いいえ。アラジンではない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 。ロボットっぽいですか？いいえ。緑色のイメージですか？あ、違いますね。シュレックでもない。ハルクも聞いた。そう、マスクをかぶっている。かぶってないですね。名前に小文字はありますか？あ、あります。おう、うん、おそうね、まあそうね。んよく帽子をかぶってる。かぶってる。えー、全然浮かばない。ディズニー関係で帽子をよくかぶってて、男性で、男性で小文字があって、うん、あ、船乗り？過去海賊？はい。はい。あ、何でしょう？ジャック・スパロー。ピポン。やったー。皆さんおめでとうございます。もう勝ったじゃん。10ポイントじゃん。10ポイント。やったー。ということで、じゃあ、みーちゃんにはご褒美が。ご褒美なんですか？ということで、ご褒美を。ご褒美何？でも、アキネーター王ということで。アキネーター王。今日から自分はアキネーター王です。え、え？え、そのはずね。どういうこと？プレゼント。お、あ、用意しました。すごい。なんか、なにこれ。なんかブリブリしてる。なにこれ。あの、腕に手につける。すごい緑色。なにこれ。なにこれ。え、あの、本当に触れにくいんですけど、これなんだ。ワニ、ワニ、ワニ。ワニ？なんで？アリゲーター。
解散アリゲーターとイレナで1回だけ手につけてもらっていいですか。なんかこれビリビリするとかじゃないですか。あもう私気持ちになってるから。お前らのやり方だな。何が起きるんですかこれ。絶対なんか天使、天使マネちゃんの感想。ちょっとあの天使、いや私ちょっと身の保証があれか、身の安全が保証されないと無理です。1回つけてください。じゃあアミューズドッキリチャンネルですか。どうぞ。はい、手を出して、手を出して。あ大丈夫、大丈夫、大丈夫。一回証明、証明して。私、アキネーター王ですよ。そうだ。ね、私、アキネーター王ですよ。王様、王様の言うことは絶対アリゲーター王、アリゲーター王。しょうもない。今の気持ちを。あ、本当だ、本当に。あのね、本当だ、今の気持ちを。それで、ただアリゲーターなんだ。ただアリゲーターだね。なんか、なんかゴムだからペタペタする。パクパクしてるね。琥珀ちゃん泣くんじゃない。泣いちゃうよ。なんか怖いって。リアルだね。うちの子まだ赤ちゃんなんですよ。こんな急にみゆちゃんのね、大好きな飼い主さんの右手が急にアリゲーター。何これ。はい、ということで、このままみゆちゃんのね、アキネーター王ならぬアリゲーター王となりました。おめでとうございます。だからちょっと合ってんだよ。ちょっとね、思ったけど言わない方が。本当に嫌だ。合わせてますね。合わせてないよ。さすがだな。さすがじゃないよ。さすがだわ。やめてください。持ってる、持ってる。持ってないよ。いいじゃん、いいじゃん。この絵面なかなかインパクト。よくないよ。